セイコーマートも行ってみます。俺、あ、新潟にはそういうセイコーマート的なのはないんですか？ないですね。新潟ならではのコンビニないですよ、うん、あ、そうですか。そう、やっぱりあれです、やっぱりセブンイレブン、ローソン、うん、ファミリーマート、ファミリーマートが猛威を振るってます。スーパーとかは、あ、秋田は、はい、伊徳が有名ですね。伊徳です。ちょっと何言ってるか分かんない。ちょっと伊徳は伊徳ですよ。伊徳ってコンビニがあるんですか？なんかスーパーみたいな、みんながそこに寄って、まあ、デートで行ったりもしますし。デートでスーパー行くんですか？そう、やばくない？秋田の人バスケットとか食べるんですよ。唐揚げとか、はい、なんていうか、フライドポテトとかが入ってるバスケットがあるんですよ、はい、バスケットってないですか？ああバスケット、バスケットに唐揚げとか、ね、そうとかポテトとか、はい、いろいろ入ってて、それをつまむんです。カップルで、うん、やんぱんぱくですね皆さん、ね、え、その伊徳って、うん、CM ですか今？伊徳って、伊徳です。伊徳、え、聞いたことないですか？あるわけねえだろ。聞いてほしいな。あるわけ。でも新潟には原神っていうスーパーがありますよ。原神、うん、原神一さんがやってるから原神。え、そうなんだ。CM は CM やってないんだよな原神な。そうなんだ、聞いた。DJ 松野幸福スラクション水曜日。今日もこの後5時半までお付き合いください。そうですね。なんか地方のタレントさんの名前今 CM 中に聞いてましたけど、そうです、曲流れて、秋田で有名なのは、はい、シャバダバオさん。シャバダバオ、え、ブラボー中谷さん。ブラボー中谷、バリトン伊藤さん。バリトン伊藤さん。マジックをやるのがブラボー中谷さん。ブラボー中谷さん CM にいっぱい出てきます。え、シャバダバオさんは何やってるんですか？シャバダバオさんはサッカーの、うん、解説とかしてる。まとも。仕事ないよ、まとも。仕事ないよ、まとも。有名だよ。知らないの？ちょっと勉強不足で、シャバダバオさん。勉強してください。そうですね、勉強します。